どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ということで今日も暑くらやっていきたいと思います。ということで今日はカズさんのマグマの地下の部屋荒らしたった大改造。はい、ということでですね、皆さん、カズさんのところ、ちょっと待って、なんだこれ、ちょっと後でカズさんのですねワールドのマグマの下に、私いたずらでですねキヨキヨ拠点作っちゃったのを覚えていますでしょうか。今回はですね、その地下拠点をもう大改造してね、もう我が物にしてしまおうと、まあいわばもうカズさんをまあ自らの手で征服しようということでございます。はい、ということでね、いやちょっと今ねカズさんと坂井サンダーさんインされてるので、ちょっとねなんか見つかったりするとあれなんかしてるんちゃうかっていう風になってね、なんかまあよくはないよということでこっそり入ってきたいなと思うんですけれども、いる今のところいないね。 OK、 さあこれ入るのが非常に危険と名高いですね、このマグマ部屋。この入り口はここしかありませんからね。いやそれでは頑張ります、いきます、せーの。いやいや怖すぎだって、だから怖すぎ、これが閉まってた瞬間終わりだからね、ガチで。はい、このいい部屋ですよね、この部屋ね、ただの秘密基地になっちゃってるわけですよ。今回はですね、大掛かりスペシャルでございます。もうこの部屋から地下に通ずる道を作りまして、その上でですねカズさんに2択クイズかける4問ですね作らせていただきまして、カズさんクイズコーナーというね施設も作りたいなと思っております。もしねカズさんがライブ配信とか、まあもしかしたら動画のプチコーナーとかでなんかこう挑戦状が来たぞみたいになるかもしれないなということでね、ちょキヨキヨ目指すは動画化やっていきたいと思います。でクイズとかに正解したらもちろんね景品を渡したいと思ってるんですよね。その景品はもうダイヤを渡そうかなと思ったりしてます。はい、でダイヤもう最近ここの厚倉で価値が高騰しまくっておりまして、もう本当だからねこれ、まず無限期が作れないんだよねダイヤって。そうだから掘るしかない。しかしながら厚倉ワールドもう20人いる、近くにはない。その上でアップデートでネザライト装備を作るんだったらダイヤが必要だということで、これかなりガチで高騰しております。ということで今日はてんこ盛りでお送りしたいと思います。ちょっとこれなんすか、そんでこれ、あ、なんだこれ、引退馬のユートピアができました。ユートピアってなんだろう、天国みたいなことが。3番上ゲート、引退のねあれ馬、まあ僕ちょっとあれでしょ、みんな厳選とかしてるからさ、それでいらなくなった、いらなくなったってなんだよ収めるってことだろうね。そんでこれなんだこれ、これブラシでしょ、あれおめでとうって書いてありますね。これさてはあれか、あこれ怪しげな砂の砂利バージョンじゃないこれ。うわ俺砂利見つけたことなかったんだよそういえば。えいいの、ちょっといただいちゃっていい、そしたらいきますよ、せーの、ほら、おすごいすごいすごい、あれすごいすごい、初めて、あれあれあれ、なんもないんだけど、なんもない待って、ネザー入っちゃったネザーあれないわ、あれ今どこ行った、あれなんだ今、あれこれなんかゲットできんじゃないの、ほらだってこれ普通の砂利でしょこれ、ほらこれちょっと怪しいもんね、ほらえこれなんか出てくるんじゃないの、なんか宝石みたいなやつ出てくるんじゃなかったっけ、あれあれ何これこれ何これあれこれ、ああれなんかなんかどうだ出てきそうな、あれあれえちょっとどういうことこれ教えて、こっちに入ってたりしない、何あれ、ちょっとコメントで教えてください何が起きてたのあれということで、まずはカズさん拠点にね秘密基地を作っていきたいんだけど、せっかくなら桜の木使って秘密基地拡張していくか、まずは入り口作っていきたいなと思います。じゃあで石だよね、やっぱり石をパンパンパン、石切り台も持ってこう、あの石切り台作るの大変ですからね、鉄インゴット使いますんではい、もう大変なものは全て持っていくというシステムでね行きたいと思います。いやーちょっとこれやべ、誰か飛んでる、いやちょっとこれ誰か飛んでるよ、隠れろ、誰だ、え、でもカズさんとサンダーちゃんなさそうだね、だって今一人だったのね。ただ私の行きたい方向に一人一名ちょっと迂回していこう、
ちょっとこれ何してるんですかっつってね、今からカズさん拠点ちょっと地下大嵐してみようと思うんですよってあんま言えないからね。さあちょっとこの三人称視点でのカドッチョで見る作戦。いらっしゃらないっすね。スライムの上に今一人いたよ。ジャジャさん、マグさん、カズサンダーさん。ん？あ、サンダーさんが退出した。ちょっとこれはバレないように行きたい。バレないように。でも俺のマグマのとこ行ったよね今。マグマの下ら辺に消えていったぞ。先客か？さあ誰もいないな。じゃあ今サンダーさんが自分の拠点に戻ってログアウトしたってことかな。熱い。本当に危ないこれ。マジで危ないわ。よーし、じゃあちょっと作っていこう。じゃあこっちに入り口ある感じで作ろうかな。まず一回ここね壊させていただいて。いや楽しいね、秘密基地作り楽しいね。まずはちょっとここを崩させていただきまして、この下にこうやって伸びている感じにしようかな。いやなんか謎の背徳感あるんだよな、わかる？なんか他の人のワールドでこうやってるちょっとワクワク感あるんですよね。いやでもここさ、カズさんサンダーさんがさ、もしこの周り通ったらネームタグバッツリ見えるからね。ネームタグがっつり見えちゃうから、ちょそこだけ気をつけたい。あれなんか誰か作業してるぞっつって、これホラーだよね。本当にあった怖い話だよこれは。さすがにいいね、見てください。ここほらもう作業台完備ですからね。あ、石切りでありました、ごめんなさい。これね、もうこれ完備してますから、これ秘密基地としてねちゃんと活躍できますんで、入り口を作っていこう。お、酒井サンダーさんがログインしましたね。まあ、ちょっと撮影の休憩とかなんですかね。いやちょっとこれは近くにいないかだけチェックしよう。オッケー、一応私シフトをしながらやってますから。いやもう何やらね、このね、あの秘密基地自体はまあ何やらちょっとこう風の噂で知っているよと。だから入ったことはないのかな。うん、そんぐらいのステータスなんですよ。ただね、実際ここにちょっとしたこう、クイズコーナーというかね、今価格高騰中のダイヤとかが隠されてるってなったら、またこれカズさんはねこれ興奮してくれるんじゃないかなと思いますんで。よし、階段を作っていこう。よいしょ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 、いいねいいね。ちょっとピンクっていうのがさ、サンダーちゃんっぽくていいね。よし、いや緊張するわマジで。緊張するよ。もう近くにサンダーちゃんとカズさんはいるかもしれない。よし、これがまずあれ階段できたね。階段、直通階段。なんか闇カジノみたいだね。別にさ、あの闇カジノ入ったことないからね。でハーフブロックで横ちょっと装飾したいかな。こうやってどうするんだこれ。あれこれハーフブロックじゃなくて全ブロックでよかったんじゃねっていう。いやちょっと頑張ってんだから、ちょっと装飾担当大臣、これちょっと今苦戦中でございますんでね。絶対に全ブロックでいいわこれ。ただ隙間空いただけだよこれ。いいね、あえて丸石にする、これおしゃれだよね。よし、ここも埋めてこう。あの二段置きしてくから俺がになると。ようこそようこそようこそ。いいねいいね、これランタンとか置いたらこれちょっと魔球への道みたいな感じになっていいね。空間のおしゃれちょっと最大限使っていこうかな。ただこれだとただのなんかブランチマイニング場への入り口になっちゃってるから、もてなす感がないのよ。いや、やっぱりさ、あのさ、デパート行った時にさ、1階にさ、なんかコスメエリアみたいなのあるじゃん。なんかあの海外の匂いするところ。あそこ来るとさ、あ、なんか百貨店来たなーみたいな気持ちになるじゃん。そのやっぱ雰囲気作りって大事なんだよね。あと俺一度も買ったことないんだけどさ、あの空港であのブランド品とかちょっとさ欲しくなっちゃうの、なんかわかる。なんか現金をさドルとかに変えてさ空港行くじゃん、なんかねお金持ちになった気分になるんだよな。よし、じゃあこのラインちょっと雰囲気作りしていこうかな。はい、はい、オッケー。おー、なんかいいね。あー、でもそしたらなんかこの壁全部ピンクにしたくなってきたな。ちょっとダメですよこれ。これやりすぎてたらマジでこれあの1年中かかりますからね。1年は言い過ぎだ。知ってるんだから、このもう建築をこうしたいなああしたいなやってたら一生何も進まないってこと経験あるからね。みんなもあるでしょこれ。オッケー、じゃあちょっとここブロック置いていく。あーでもこの桜の原木生放送でむっちゃ撮ったからよかった。よいしょよいしょ。あー、いいじゃんいいじゃん。そしたらここも変えて。燃えないこれ、大丈夫これ。燃えないよねこれ、近くで。いや123、ちょっと一回じゃあこれでやっていこう。上もこれ桜にしたくなるねこれ。これいくつ時間あっても足りないですよマイクラさん。ちょっとこれ
建築税ってすげえな、マジで。これ頭の中に設計図あるわけでしょ。俺建築税ってさ、どこの世界でもやっていけると思うんだけどなんかさ、頭良くない？多分建築税絶対 IQ 高いんだよなあと赤石税も IQ 高いんだよな。てかマイゲーム上手い人 IQ 高いんじゃねよーし、あー、いいねいいねいいね。ちょっと異世界感出てきたけれども、いやー、ちょっとここの下、うわ、ダメだ、ここも一回も張り替えちまおう。いいねいいね。で、ね、ちょっとなんかアップデ要素感あっていいね。俺桜生やしたい。このキヨキヨね、山にね、桜だけ生やしたいんだよね、むっちゃ。なんか生やすだけでおしゃれじゃない？なんか今この辺も一回桜の木にしよう。いやー、あのさ、俺一回さ、あの5月にね、カズさんとお会いしたんですけれども、ワンチャン俺酒井サンダーさんに会えないかなとか勝手に思ってたいや別に酒井サンダーさん福井かわかんないからね、それに関してはガチで。あー、ただ酒井サンダーはみんなのさんの近くにもうすでにいるかもしれません。いや、わかんないよ余計なこと言うんじゃねえ、ペラ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 もうねえ、もうまあ、正直な話するとね、アツクラメンバーで集まった時に酒井サンダーさんの正体についてむちゃくちゃ議論したっていうねやめとけやめとけそれで、結論ね、出なかった結論出ないのよ。あー、だからさ、よくさ、芸人さんがさ、なんかこう他の芸人さんのことをさ、なんかこう喋ってたりするって言うじゃん。そんな感覚だよね。酒井サンダーさん、あれどう、誰なんだみたいなねオッケー、あ、いい道ができた、いい道ができた。ちょっとなんか闇の間って感じ。あ、カズさんゲーム退出された。よし、これ闇の間完成でございます。入り口だけちょっとおしゃれにしていい？おしゃれにする必要あるかについては皆さん言わないでくださいね。これ僕ら趣味ですから完全なる趣味なんだよな、こっからは。なんか門みたいにしたくなっちゃう。で、イメージとしては、この下に行くとまた空間を作ってですね、そこに2択クイズを4問、作ろうかなと、思っております。いや、これ楽しみでしょ、これ。よいしょよいしょよいしょ。なんかこういう感じで、なんか入り口っぽくしたいよね。ちょっといかつい感じにしたいな。なんかちょっと和風な感じできんじゃない？で、こうしてちょっと向いてみるとかどう？あー、でもちょっといいかもいいかもいいかも。晴れぼったいから、こうボタンを4つつけることでちょっとこうゴツゴツ。カズさんカズさんカズさん、いらっしゃいませ。カズさん、おはようございますおはようございます。あ、オッケーオッケー、いいじゃん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 。晴れぼったいさ回避。よーし、じゃあまずは悪魔の入り口完成いやさ、悪魔入り口ちょっと広げるところまでやりたいと思います。広げるとこまでやりたいと思います。高さ3マスにしようかな。なんかこの辺どっちだ、向き。イースト。だからこっちがどっちの方向だろう。なんかさ、カズさんのところさ、ウォーデンがいたりさ、なんか砂漠のバイオームができてたり、ウォーデンバイオームがあったりさ、すごいのよ。こっちの方向に伸ばして、なんかいろいろあったらやだね。でりーん。あ、いいね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 。あ、いいねいいね。なんかちょっと異世界空間の感じ出てるよ。相当な作業会。いい、はい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 、今日何食べた。こう来て、で、こう来て、お、なんだなんだっつってね、こう、ここに例えば第1問ドゥドゥンって書いて A か B かみたいな。で、 A はこっちに行ってねみたいな。で、 B はこっちに行ってねみたいなね。よし、これをちょっと作りましょう。やべ、今日石すっげー集まるなこれ石すっごい集まるこれ。よーし、はいはいはい、いいね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 。はい、第1問エリアで、次、はい、これ第2問エリア。よいしょ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 。ちょっと仮でね、置いて。おー、いいねいいね。クイズフィールドできてくるね、いいね。あいい、ちょっとワクワクすんじゃない。よーし、あと2問作っていくぞ。つながってる。え、なんかやばい、洞窟につながってるぞ。ちょっと一回上見てみよう。よいしょ。あ、ただん、あれ、なんか人工的な階段の跡が。なんだこれ、ん？なんかでも明らかに掘ったような形跡があるけれども、ちょっと一回こう掘って掘り進めてみる。あー、でもただのどう、あ、うわ、やばい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 、なんか、ん？あ、
あ、ここに出るんだね。オッケーオッケーオッケー。ん、ちょっと待って、こっち溝あるぞ。大丈夫かこれ、大丈夫か。ちょっと一回隠れよ、一回隠れよ。木を隠すなら森の中。逃げろ。いや、カズさんとまた、福井で会いたいな。いや、カズさんね、本当に寛大な方でね。カズさんと一緒に入るテントサウナ、すごい楽しいんだよね。ね、カズさんも動画で紹介してたんだけど、本当電車、本当2両編成とかの電車が通るね、真横のね、サウナ施設みたいのがあって。いや、すごいのよ。で、こう、すごい広大な自然のね、目の前をこう、電車が通って。もう本当2両編成とかなんか可愛いのよ、電車もさ。東京の感覚だとさ、電車の横のサウナ、それも騒音やばいんじゃないですかってそうなるじゃん。だからそうじゃなくて、こう古き良き感じなわけよ。それでテントサウナしてね、もう五右衛門風呂みたいな感じでさ、水風呂がさ、アルミ缶みたいな、イメージする五右衛門風呂みたいな、そういうところでさ入って整うっていう、もう最高なんだよね。やべ、服行きたくなってきた。テリーン。おお、あー、ちょっとこっちがダメだ。よし、3問目。よーし、いいね。こっから見たときにさ、うわー、なんかこれクイズ番組やんってなんない？なんないか。これではなんないか、別に。よーし、じゃあちょっと4問目も作っていこう。やべ、楽しいな。なんか久々にこういうさ、ちょっといたずらみたいな。僕最近冒険とかしてたりね、あとは冒険しながらまあ普通にログアウトし忘れたりね、こう街で起こる僕のそのアップデートに対応するね、こう動画をね結構投稿してたからさ、これちょっとなんかカズクラ原点みたいな。僕らカズクラ育ちだからね。あー、これ間違いなくもうカズクラ育ちでやってますから私。そういえば耐えたい、今年の初め先輩風吹かしてたな。言い方が悪い。言い方がすごい嫌だ。先輩風吹かしてる人をポジティブに捉えてる人があんまいないよね。うん、だってもう言い方がネガティブだもん。風を吹かすっていうね。ねえ、いや、良かったですよ。あの時やっぱタイタン生き生きしてる感じがねして、良かったなっていうね。今タイタンさんストリーマーでね、新しいチャンネルこう広告止まってしまって、あれが2ヶ月ぐらい前か。そうね、今だからストリーマーみたいな感じでね、結構毎日ライブ配信を熱くらしてるのかな。はい、ぜひね説明欄にね、まだチャンネル登録を済みでない方もいらっしゃると思うんですよね。さすがにこう登録あまだしてなかったわっていう、その何収益止まって、あ、チャンネル変わってたんだっていうね、こう知らない方ももしかしたらいるんじゃないかなっていう。よっしゃ、4問目、クリアでございます。オッケー。わあ、いいじゃんいいじゃん、いい会場できた。ちょこの辺が汚い、この辺が。待って、なんか俺思いついちゃったんだけどさ、ここマグマ敷きたくない？マグマ敷きたいよね。ちょっと足場だけ変えるか、これちょっと。今キヨキヨ選手が思っていることはですね、クイズ形式でこちらって言った瞬間にですね、レバーを押して間違えたらマグマドボンみたいな、そういうちょっとクイズ番組みたいなことをねできないかと、ちょっと今赤石を今やろうとしております。これはやばいぞ。学びがいがあるぜあるぜ、学びがいがあるぜ。トラップチェストオンライン、オッケー。よし、これでまずここ置くでしょ、置いてここの上に立ってください。で持って粘着ピストン、ここだな。やべえ、俺できっかこれ。でもなんかこう結構僕意外にこういうのドッキリ仕掛けてきてるから、なんかドッキリ用の赤石だけできるみたいな、そういう感じになってるぞ今。僕ちょっと自信項目かもしんないぞ。あ、これでいいのか、こうかぶせるんじゃなくてこういうちょっと 大回りさせる感じ。おお、ただ大枠は完成してないんですけども、これ逆転をしたいんだよ。要は常に入ってて常に信号入っちゃってんのがこれ嫌だから、だからこういうことだよね。こういう風にして、右左どっち、うーん、じゃあこちらつせーのドンっつったら、おお、落ちると、素晴らしい。で、あ、戻んないんだ。じゃあ1回きりなんだねこれ。ちょ、これやらせ不可ということで。いいねいいねいいね、これちょっとプロトタイプできたんじゃない。大事なのはどっちともトラップチェストを使うことだよね。で、回路が入ってるか入ってないかをこうギリ分かんないようにする必要もあるっていう感じかな。
オッケー、じゃあちょっと一回こうやってみて、よいしょよいしょ、ここ蓋してあげて、よいしょすっごい晴れぼったい感じになっちゃってるけど、ここちょっとこうやって全部閉じてあげるか。じゃあこっちにも一回これが落ちる機構として作ったから、一回こっちにも、セーフゾーン作りますか。同じようにトラップチェストをオンラインして、見た目でバレないようにしないとね、クイズだから。でここに同じようにピストンつけてこれダミーですよね。ダミー作って、もうこっちと同じ風に作ります。でもあーカズさんが退出されました、ありがとうございます。でこっちにも同じようにリピーターとかをつけて、すごいなかなかない、これダミーリピーターっていうねダミーリピーターオンラインで、ダミーダストこれやっちゃうと開いちゃうよね、開いちゃうわ。だからやべえ、なんか僕作れるようになってきたなこれをどこかで見えないように、例えばこの辺をレッドストーン潰しといて、でこれも潰しとく。そうするとあこっち動いちゃうか。こうじゃあ蓋して、あでもこれ消せればいいかもね。こうやってやって、なんだなんだなんだっつって、うわーなるほどと。あだからここで消したらどうなる。開きます。おおなんだ、オッケーオッケーオッケー、いいじゃん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 、これでバレないシステム作れてたぞ。一回シミュレーションします。ここではい問題、トゥドゥンって書いてあって、 AB どっちでしょうって書いてあった時に、あーカズさんがインされたカズさん今日大忙しでございます。でこうやって隠すとどうだ、開く、何も起きない、おーいいね。じゃあここでちょっとダミーで問題やってみるか。いいね。で問題1で、じゃあ例えば、うん、キヨキヨみたいなね、うん、で次はい、じゃあ B、B、マロくんみたいなね何の問題かは分かりませんが、どっちがチャラいですかと、はいはいはい、どっちがチャラいですかってなった時にね、 A キヨキヨ、 B マロくん、うんこれじゃあマロくんだろうっつって、あれでもこれ大丈夫か、せーの、おーセーフーってことですわね。あこれいいねいいねいいね、でもこれちょっと仮なんでねはい、そしてはいこちら、ねドアにしたいと思います。ドアにした方がなんかこうなんかいいかもねいいじゃんいいじゃんいいじゃん。で桜の木で覆ってちょっと可愛い感じで出していくっていうね。あーオッケーオッケー、あこれいいね、これあこれいいわ、はい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 。ではいこちらねルール書いておきました。目の前のクイズ問題に右か左か正解だと思う部屋の方に入れと。注意、全部屋トラップチェストだか正解の部屋は何も起きない、失敗するとそれは死ということでよーし、じゃあこれをちょっと4つ部屋作りたいと思います。なんか監獄みたいさあ今ね2個目も作ってるんですけど、まさかの、起動しないレッドリピーターを使うことになるとは思いませんでしたねねえ、レッドストーンリピーターをこうやってブラフで使うっていうことってあるんだね。やべえこれたくさん掘んないとダメだこれたくさん掘んないと、よいしょ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 、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、これなんだこれ、あれこれ氷の、これ溶けてんだけど、これこういうもん、ちょっとこれは何かすることはできないな、ちょっとすることはできないんで、一回こういうあの通路をよこさない形で保存しておこう。オーケー、こっち掘ってきます。今拡張スペシャルしております。いやーカズさんもうまあ、生配信かね、動画まではそんなもう贅沢なことないですから、これも生配信とかでちょろっと遊んでくれるぐらいの感じでね、ちょっとお願いしたいなっていうふうには思いますよね。結構大変だいやでもいたずらってこういうことだと思うんだよね。もういたずらというかさ、ただこう変えるだけじゃなくて、やっぱカズさんから教わったこのプロレスですわね。プロレスやっていきましょうねえ。さすがにプロレスだとか言ってエリトラつけた状態でそのマグマドボンとかやめてほしいからそれは看板でよーっと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 、はい素敵な場所来ましたよということで、ちょっとここあれだけはさすがに蓋しときましょう。はいはい、あれあれ闘牛2号に殺害された、ちょっとちょっと大丈夫ですか闘牛2号殺害されてますけど、ちょっとカズさんこれ大変なこと起きてんじゃない普通にカズさんちょっとねまあ僕が言うのもなんなんですけれども、カズさん結構いろんなね、いろんな方に何がしか仕掛けられること多いですから
僕が言うなっていうね話なんですけども、いやでもカズさんのすごいところですよこれが、本当にこの寛容さというか。オッケー、はい、それでは、作っていきたいと思います。こちらにもね、ちょっとこれはもう逆にちょっと視聴者さんにはね、どこを作ってるか今わかんないように、させていただいてもいいですか。視聴者さんもカズさんと同じタイミングでこう問題に挑戦していただくっていうのが面白いんじゃないかなって思うんでね。よし、じゃあちょっとここの作るシーンはもうガチで超絶早送りで行かせていただきます。あー、酒井さんださん闘牛1号になんていうそのネーミングなんすかそれ闘牛1号よし、ということで、あ、ちょっとこの辺とかね、はいはいはい、ドア入ってないですけど、ということで一通り完成いたしました。こっからね、気候は今完成できたので、あ、これ戻れねえこれ気候は完成できたので、マグマをこれから取りに行こうと思います。ん、なんか今誰かいたぞ。酒井サンダーさんいましたね、今討議してましたね。ちょっと危ない、でも危ないよ。キョキョさん今ちょっと酒井サンダーさん村とかにちょっとなんかしてるから、いろいろしてるからちょっと怪しいから、ややこしい感じになるよ。あはー、よーし、じゃあちょっとマグマをねセッティングしに行きましょう。よし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 、マグマあるかな、4つあればいいよ。1、はいはい、2、はい、3、4、あざー、ダイヤ20個。ちょっとダイヤ20貴重だぞマジでいやマジで、いや41、ちょっと待って、そしたら正解したら1個あげるっていう風にしようかな。うわ、40個も使っちまいましたよ。いやまあでもね、ほんとダイヤ高騰してるんで、裏クラの生配信とかでもね、これはもう取りに行こうかなと、思っておりますなんか俺のもう住処になってきたわここ。よし行くよ、行くよ、いっい、はい、センキュー。なんか愛着湧いてきちゃったんだけどよし、じゃあちょっとマグマ垂らしていきます。よし、ということで今マグマ垂らしました。それでは正解にダイヤを10個ずつ詰めていきます。これもねみんなには見せないようにします。よし、じゃあちょっと問題をね書いていきたいなと思うんだけれども、あーやべ、あーやべ、か看板作りすぎた。問題1、はい、でこっちに、はい、問題2。さあこれ問題どういう問題にするかだな。マイクラクイズにするか、もう厚クラクイズにするか、ちょっとこれ迷うね。じゃあキヨキヨとカズさんとか、キヨキヨとサンダーちゃんの思い出クイズやってみようか。まず問題1、はい、まずはカズさんとキヨキヨが初めて出会った場所はどこ。はい、皆さんもちょっと考えながらね、見てほしいなと思うんですけれども、おでん屋さん。はいはいはい、これね、僕が高級のおでんをねちょ予約しちゃってカズさんにごちそうになったよって、これはあの事実なんですよ。はい、そして B、 赤髪の友さん主催サバゲー会場。あー、いやこれね、私はほんとどっちともね本当なんだ、本当に行ったことがあるんですけれどもね、初めて出会った場所、これカズさん覚えててくれたら嬉しいね。これあってほしい、これあってほしい、これ問題に、1問目が思い出クイズジャンルだよね。2問目どうしよっかな、これ、ね、マイクラクイズにしよう、サンダーちゃん問題にしようかな。サンダーちゃんへ、マイクラ1ブロックのリアルな大きさは次のうちどれ。はーい、一辺が100センチ、まあ1メートルってことですよね。結構大きいですよね。はい、そして B、 一辺が50センチ。さあ、これ実際のブロックのね、大きさクイズということですよね。これも皆さん楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。さあ、問題3、ちょっとこれトリッキーなのいきたいな。大原麺の最初の投稿動画はということで、これはですね、大原チャンネルの、今最近ですね、YouTube アプリで古い順っていうのが出たんですよ。古い順に動画を並べるっていうことができるんですけどね。はい、こちら A、キヨキヨとのラジオ動画。はい、そして B、キヨキヨとのクラロワ動画。これスマホゲームですね。これ一応補足していきましょう。ん？誰かいるな。ちょっと待って。誰かいる。いやー、誰だ？あ、やべえ、わらわらしちゃった。誰かいる、名前だけ見たいぞ。今ちなみにインしてるのがマグさんとサンダーちゃん。え、こんな近くにいるの。でも動いてない。あれ、さっきの闘技場サンダーちゃん、さては。やべ、
ちょっとバレないように、ちょっとバレないように。うわ誰かいる、誰だ、うわ目凝らしても見えない。名前的にでも坂井サンダーさんじゃない、名前の長さ的に。うわ見えねえ、マグロ29じゃないよねこの長さ。ちょっとこれバレないように、動いてはないから放置してるかな。さあさあ、じゃあちょっとバレないように、はい、進んでいきながら第4問目いきたいと思います。でん、カズさんのゲームチャンネルで2番目に再生回数を獲得している動画は、いやこれは当たってほしい。さあ2番目ということですね。今回なんで1番目にしなかったかというとですね、1番目がですね、なんと1110万再生でヒカキンさんのワールドに潜入したっていう動画がでも1000万再生で超えてるんですよ。2番目のね再生回数が、これも別にやばいですけど667万回ということでね、さすがにまあ約倍再生ついちゃってるので、あえて2番目にさせていただきました。素人マイクラ実況、食料探しパート1。うわーこれすっごいねえ、もう相当前の感じのタイトルですよね。さあそして B、 ドッキリ大成功、ヒカキンくんを落とし穴に落としてみた。いやーさあこれはね当たってほしいですよ。さあということでカズさんとサンダーちゃん全問正解いけるかということでございますからね、いやぜひお楽しみにお願いします。じゃあちょっとこれ片付けて逃げよう。ずらかるぞ。はい、こちら書いておきました。入り口はここから2マス上の、マグマダイブしてください。1、2、うわうわ怖い、うわ怖い、マジでこの先へお進みください。はいはいはい、で入ってって、なんだなんだなんだってなって、ようこそクイズキヨキヨの前、カズくんサンダーちゃん挑戦求むつって、こっちにルールが書いてあると。いやーこれ楽しみだ、これどうなんだろう。よし、座標をカズさんのところに、ちょっと打ち込みに行きましょうか。よしよしよし、はい、バレいないね、カズさんいないね、サンダーちゃんいないね。よし、ででん、カズくんサンダーくん、どうも匿名 K です、この座標に裸で行きなさい。いやちょっとねこれ完全に生意気なんですけれども、やっぱりカズさんね、やっぱりこうもう大先輩も大先輩ですから、これね雑に扱われることないわけですよ。それをあえてタメ口でいくことで、なんだと、これは挑戦状だとね、ワンチャン動画も撮れるかもよっていうところをね、今回ちょっとカズさんにアピールするために、ちょっとこう乱暴なね口調で、書かせていただきました。ということでなんとこの動画撮るのにガチで2時間ちょっとかかってしまいました。いやカズさんとサンダーちゃんに楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。いやーサンダーちゃんとカズさん、まあ動画にねしてくれたら嬉しいですけど、もし生配信とかでね触れていただける場合はね、そちらの、アーカイブとかも見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。このキヨキヨチャンネル100万人登録に向けて本気で YouTube 楽しんでいきたいなと思っておりますので、ぜひとも皆さん、ここまで見てくれた方、まだチャンネル登録をお済みいただいた方、ぜひとも登録お待ちしておりますね。このキヨキヨチャンネルですね、まあ約まあ、30% いかないぐらいのですね、方が登録してみていただいていて、残りの 7.ちょっと%の方はですね、まだ登録せずにご視聴いただいているという状況でございますんでね、皆さん何卒どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。